英雄性チャンネルの時間です。若藤です。西です。はい、今日はタツノコプロの最高傑作と言ってももう過言ではないと思います。ガッチャマンですね。はい、科学忍者対ガッチャマンですね。かっこいいですね。あの吉田達夫さんが、その昔忍者舞台月光っていうのを書いてたんですよ。はい、これあの太平洋戦争中に活躍する少年忍者部隊だったんですけど、はい、それから撮ったんですよ。あ、そこから撮ったわけですか。はい、そうなんですよ。多分ガッチャマンって全部で5人、5人ですよね。全部鳥です、ね、鳥なんですよね。へえ。当時はガッチャマンは同時期にいろんな流行ってた番組ありますけど、はいはい、はまああのまあ、そういうことも原因になるんですけれども、お互い流行ってたというところで仮面ライダーの放送はもう始まってたんですけど、主題歌が両方ともシモン・マサトさんで、当時ガッチャマンの流行っていた時に同じくやってたのは仮面ライダー、はい、仮面ライダーで主題歌はシモン・マサトさんで、ガッチャマンもそうなんですけど、だから混同されると子供に弱るからっていうんでオープニングとして作られた歌をエンディングにしてたんですよ。ちょっと待って巨匠、はい、誰だ誰だのあの有名なガッチャマンの歌はシモン・マサトさんなんですよね。はい、あれはオープニングの曲だったはずが最初はエンディングで使われてた。そうですよ、あの仮面ライダーと被るからって。仮面ライダーの歌って確か本郷武さんが、はい、途中から怪我で出られなくなったんでシモン・マサトさんが歌ってる、はい、というかシモン・マサトさんがもともと歌ってたのを聞いて藤岡弘さんは歌を覚えたんですよ。なるほど。でシモン・マサトさんを楽しみにしててつけてみたら藤岡さん自身が歌ってたからもういいやって見なくなって、なるほど、途中からいや君の歌流れててうちの子が仮面ライダー大好きで歌う、いや私が歌ってませんよ、何言ってんだってテレビ見たら自分の歌に変わっててびっくりっていう。なるほど、さほど影響がなかったからオープニングに変わったっていうか、みんなも視聴者も絶対こっちがオープニングでしょって言うようになりますよね。僕らの覚えはそれがもう、はい、ガッチャマンの歌って知ってますし、はい、あのある程度の年代行かれた方が、はい、カラオケ歌うときにガッチャマンの歌って、はい、あの歌しか歌わないんです。そうですね、4ヶ月ぐらい多分あっちがエンディングになってて、すごいですよね。はい、これなんでガッチャマンって言うんですか。なんでガッチャマン、まあ、さっきの月光ガッチャマンって言われるのは G1 号だけなんですよ。これ彼のことがガッチャマンって言うんですか。はい、チームがガッチャマンじゃないんですよ。チームは科学忍者隊なんですよ。でガッチャマンは G1 号だけです。彼のことがガッチャマン、人呼んでガッチャマン。じゃあ G2 号は違う名前がある。科学忍者隊 G2 号ですね。まあなんとかなんとか言いますね。コンドルのジョーっていうのは言いますけど、それは大鷲の剣と一緒ですね。なるほど、奥が深いですよ。奥深いですね、深いですよ。たまりませんね。はい、やっぱりこの飛んで、はい、この蝶のように飛んで、しかも全員女性もいますけど、はい、男前っていうか、はい、かっこいいキャラで。そうですね。っていうかね、もう作画レベルがとにかく高いですよ。高いですね。はい、マジンガー Z のスタッフがガッチャマンの試写を見に行って、今作ってるやつじゃダメだぞって言って作り直したって言うんですから、はい、もう当時は仮面ライダーといいガッチャマンという名作がもう目白押しの年だったということで、はい、また話聞きたいですけど、今日も少々、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。